水回り製品というのは建築に取り付けられて常に人と操作することがインタラクティブに関係しているわけで、我々はそのインタラクティブっていう観点で製品をデザインしています。技術も一過性のものではなくて使いやすい、しかもその本質的な価値が色褪せない、そういったものを目指しています。例えば従来のバス水栓はハンドルを回転させることで都度毎回ユーザーさんが流量をコントロールしていました。このインテリジェントコントロールはその流量を、まあ、電気の力を使うことなくメカ式で記憶させることができます。まあ、それによって毎回ワンプッシュで必要な流量を出すことができるということで、ユーザーさんにとって非常に使いやすい製品になっています。長い年月を経て我々はその技術を蓄積してきています。セラミックの技術であり水をコントロールする技術、そのエッセンスというものが一つの製品に込められる、それがお客さんにとって長く使われる。テクノロジーはどんどん進化していきます。その時に大事なのはどれだけその技術が人のため社会のために貢献できるか、そこが私は一番重要だと思っています。人間が求める本質的なニーズが何なのか、そこを捉えることで我々はまだまだ満たしきれてない世の中のニーズ、人のニーズに合ったものを、まあ、提供していけると、それを実現できるのがテクノロジーであり、それを叶えるのがデザインだというふうに考えています。